はい、こんにちは。私はですね、福岡の経営コンサルタント、海野と申します。私のことはですね、検索で九州ベンチャー大学で検索してください。その中にブログがあります。今から話は JAL の詐欺的体質ですね。私は2007年のですね、9月の16日の朝10時飛行機に乗り込みました。羽田から福岡に。そしたら、ないチケットがない。しまった。すいません、チケットなくしたんですが、チケットないと乗りません。いや、そうですよね。わかりました。どうしようかな、困ったな。嫁さん電話。嫁さん旅行代理店出身、20年前。だからボケてるかもしれないけど、すいません。あ、それ無理かもしれんね。まあ、でも交渉してみて頑張って。すいません、チケットないんですけど、もう払ってるしですね、パック旅行なんですよ。だから名前があるはず。海野勝さん、あります。名前ありますが、チケットがないと搭乗ができません。いや、そりゃそうだけどさ、払っててね、もう消化栓もあるんだからさ、なんとかしてくれよお前。おお、はい、少々待ってください。バカな客がいてさ、ほらちょっと対応してよ。はい、出ました。麻酔かな子、なかなかいい美人でしたね。ほい、なんでしょう。いや、チケットが なくなったのでさ、なんとかできない。チェックイン済みの搭乗券がないと乗れません。いや、だからそれは分かってる。いや、払ってんだよ。名前もあるやないか、パソコンの中に。なんとかしてくれ。わあ、おお、あの、わあ、お客さん、向こうの方へ。ちょっと、お願いします。来たな、ごまかすんな。みんなのいる前でちゃんと真面目に答えんか、来たな。おお、はい、それです。新しいチケットを購入ください。で、その、ですね、不正利用はないと証明できれば、後で払い戻す手続きをいたします。何やそれ、払い戻しできるんか、お前。確かに言わんかも。おお、お前や、横山すさ、やすしか、お前。おお、できます。すいません、ご説明不足です。すいません。説明不足じゃないやんか、貴様。俺はちゃんと泣き寝入りしろ、みんな泣き寝入りしろやんか、貴様。おお、紛失した客は。ちゃんと帰ってくんの、ちゃんと言わんか、貴様。はい、そうですね、わかりました。頭にして、乗りました。払って、新しい3万3800円。で、ネットで調べた。そしたら、紛失はね、当たり前や。紛失の場合は 100% 払い戻しできる。みんなホームページ書いてる旅行会社。とこがジャズだ。意地悪なジャズ。ネットで見たらですね、わからない。やっかん、難しいのしか載ってない。他の穴とか、エアとかね、ちゃんと載ってる。隠してる。隠蔽だらけだ、ジャズは。皆さん、紛失してもらえ、ジャズは、ちゃんと、もう戻ってくるから、やりましょう。で、この反面教師しましょうね。中小零細弱者、チャンスがある。正直に真面目にやりましょう。ああ、疲れた。どうも、ご苦労さまでした。